そうだった。私すっかり忘れていた。もし彼が切り出してくれなければ、私は手紙の話なんてそっちのけで別れていたに違いない。私はここ数ヶ月間、郵便受けに差し込まれる差出人不明の白い封筒のことを彼に話した。彼は親身になって私の話に聞き入ってくれた。そりゃ怖いね。その手紙ってよく届くの？最初は一週間に一度くらい。でも、ここ最近は毎日のように郵便受けに入っているの。そしてこれが昨日入っていた手紙。私はバッグから一枚の封筒を取り出し、彼の前にそっと差し出した。彼は何も言わずそれを手にすると、中身を確かめるようにそっと撫でた。僕が開けてもいいのかな？彼の質問に、私は無言でうなずいた。彼と一緒に見るべきなのだろうか。でも、何が書いてあるのか怖い。見るのが怖い。もし中に私の秘密が書かれてたら、どうしよう。いや、ほんとそれだよ。見せようって思う前に、ね、見た方がよかったよな。秘密？私の秘密？私に秘密なんてあったかしら。でも、彼に知られたくないことが書いてあったら。いや、次の瞬間、私は思わず彼の手から封筒をひったくっていた。あっけに取られる彼を尻目に、私は屋台を後にした。私は気がつくと自分の部屋に立っていた。どうやって家に帰ってきたのかわからなかった。それでも、私は電気もつけず、真っ暗な部屋の中に一人でポツンと立っていた。私は、わっと泣き出した。私は何をしてるんだろう。私は千田さんになんてことをしてしまったんだろう。もう会えない。恥ずかしくて会えない。私の手には、まだ白い封筒が握りしめられていた。見るべきなんだろうか。この封筒の中には、何が書かれているんだろうか。いや、もうそれ見ないとね。見るのが怖い。でも見なければならない。なぜ、こんな封筒に私は恐怖を感じなければならないのだろうか。で、開けたらめっちゃなんか市役所からのお知らせみたいになったら面白いね。千田さんに、この封筒の中身を見られそうになった時感じた、一瞬の恐怖。あれは何だったんだろう。怖いことなんか何もないはずなのに。だったら私が見てしまえばいいんだ。怖いことなんか何もない。そう、何もないんだ。封筒に手をかけ、破こうとしたその時、私は背後に何者かの視線を感じた。そして、同時にどっからか聞こえてくる、犬の鳴き声。犬？私の後ろにいるのは犬なの。まさか、ここは私の部屋。私しかいない私だけの部屋。でも。そうだ、私ドアをちゃんと閉めたのだろうか。気がついたら私は部屋にいたんだから。もしかしたら、私はドアをきちんと閉めなかったんじゃ。それで、どっかの犬が入ってきてしまったんじゃ。怖くない。何も怖くない。振り向いて確かめさえすればいい。そう、振り返り、私の背後にいる何かを確かめさえすればいい。それだけのこと。簡単なこと。とても簡単なこと。さあ、勇気を出して振り返ろう。かっこ、振り返ると食べられちゃうよ。送り犬に食べられちゃうよ。誰？声が聞こえる。私の心の中に直接響く、誰かの声。誰が話しかけてるの？振り返ると食べられちゃうよ。送り犬に食べられちゃうよ。声は何度も何度も私の心に語りかけてくる。送り犬の伝説。私の頭に蘇る送り犬の伝説。夜道に送り犬に出会ったら振り返っちゃいけない。振り返ると食べられてしまう。振り返らなければ送り犬は家まで送ってくれる。そして家まで送ったら草履か握り飯をあげればいいのだ。そうだ、何か食べ物。食べ物をあげれば送り犬は帰ってくれる。私は暗闇の中手探りであたりを探した。ビスケット、食べかけのビスケットの箱。これでもいいのだろうか。送り犬さん、ありがとう。私は振り返らず、後ろにビスケットの箱を放り投げた。犬の鳴き声が聞こえたような気がした。瞬間、背後から気配が消えた。もう振り返ってもいいのだろうか。私の心に誰かの声は聞こえてこなかった。ゆっくりと振り返る。ドアが開け放たれていた。やっぱり、私はドアを閉め忘れていたのだ。なんて不用心な。慌てて私はドアを閉め、鍵を閉めた。その反動で、郵便受けの蓋が外れ、どさりと何かが落ちてきた。白い封筒だった。何十通という封筒が、私の足元を埋め尽くした。いやー！私は気を失い、その場に崩れ落ちた。どれほどの時間が経ったのだろうか。私が目覚めた時、すでに日が明るかった。日。玄関口で気を失った私は、床にばらまかれた無数の封筒を見て、思わず声を漏らした。時間をかけて記憶を取り戻すうちに、私は置かれた状況を噛み締めるように理解し、ようやくおぼつかない足取りで立ち上がった。まだ軽いめまいがする。時計を見ると、もう学校に行く時間だった。その日、私は学校を休んだ。気分が悪かったからじゃない。ある目的を果たすためだ。最近、毎日郵便受けに封筒が入っている。切っても貼っていないということは、誰かが直接届けに来ているということだ。
なら現場を目撃すればいい。そうすれば誰がこの封筒を運んでいるのかわかるはずだ。私は急いで支度をすると、さほど家から遠くない電信柱の影から私の部屋の玄関が見える場所に陣取った。私が見張っているとわかれば誰も来ないかもしれない。でもそれならばそれでもいい。私はとにかく見張っていたかった。その日、かろうじて暖かかったのがせめてもの救いだった。寒空の中、何時間も一箇所に立ち止まり、じっとしていることは辛かったけれど、それでも犯人を見つけるという強い思いが私を支えていた。ひときわ風が冷たくなり始めた夕暮れだった。私の部屋に見覚えのある一人の男が近づいていった。それは山崎くんだった。嘘、本当に山崎くんなの？思わずそんな言葉が口をついて出た。でも正直に言うと、納得できる気持ちの方が強かったかもしれない。現場を抑えなければ。しばらく私は様子を伺った。山崎くんはあたりをゆっくりと見回し、私の部屋の前で立ち止まった。私は山崎くんに見つからないように近づいていった。ここまで来ればもう申し開きはできない。山崎くん。私は彼の背後に近づき、大声で名前を呼んだ。彼は文字通り飛び上がるほど驚き、その場に尻餅をついた。私を見て震えている。山崎くん、どうしてこんなことするの？ひどいよ。もうやめてよ。いつの間にか私は泣いていた。山崎くんは金魚のように口をパクパクさせ何か言いたそうだった。彼もまた目に涙を浮かべているようだった。だからといって彼のしたことは許されることではない。もし犯人を見つけたら思い切り文句を言ってやろうと決めていたのに、私は涙が出てくるばかりだった。ごめんなさい。ごめんなさい。山崎くんはジタバタと地面に正座をすると、何度も何度も頭を下げた。今回だけは許してあげるから、もう二度としないで。私は震えながらつぶやいた。私の声を、まるで飼い犬のようにキラキラ輝いた目で山崎くんは聞いていた。山崎くんはまた何か言いたそうに口をパクパク開いた。しかし、何も言わずそのまま立ち上がると、ドタドタと階段を駆け下りていった。やっぱり山崎くんだったんだ。全く知らない人間じゃなくて、なぜか私はほっとした。そうだね、全く知らない人だったら本当に怖いもんな。でも、これで肩の荷が下りた。まあ、どっちも怖いは怖いか。私は部屋のドアを開けた。玄関口には白い封筒が散乱したままだった。そうだ、片付けるの忘れちゃったんだっけ。私は封筒をかき集め、それをゴミ箱に捨てた。ゴミ箱から漏れた一枚がひらひらと舞い、床に落ちた。それを拾いゴミ箱に捨てようとして、私はふと思いとどまった。山崎くん、何を書いてたんだろう。犯人さえ分かってしまえば、逆に中身が気になってくる。私は思わず封を切った。中には、一枚の紙が入っていた。そこには、大きくワープロでこう書かれていた。あんな男と会うな、お前にはふさわしくない。ひどい、山崎くん、やっぱりストーカーだったんだ。私のこと、どっかで見張ってたんだ。私はゴミ箱にまとめて捨てた、封筒一つ一つの封を切り、中を確かめた。中には、どれも同じ内容の手紙が入っていた。私は、その変質的な行為にゾッとするよりも、山崎くんが哀れに思えてならなかった。その週末、私はずっとアパートに閉じこもってぼんやりしていた。毎日のように郵便受けに入っていた手紙も、もう来なくなった。でも、千田さんからの連絡も来なかった。千田さん怒ってるだろうな。嫌われちゃっただろうな。いっそのこと、私から連絡するべきなのだろうか。そうだ、悪かったのは私だもの。私が謝ればいい。簡単だよね、謝るのなんか。でも、私はメールさえ送ることができなかった。週末、犬の遠吠えがやけに多かったような気がした。月曜日になり、私はだるい体を引きずりながら学校に行った。あまり人と話す気分じゃなかったけれど、もうすぐ試験が始まるから休んでもいられない。その日、まどかとは会えなかった。山崎くんも休んでいるようだった。午前の授業だけ出席すると、私は体のだるさに耐えられず、家に帰ることにした。家に帰る途中のことだった。千田さんだ。千田さんは怒っていなかった。それどころか、私のことをとても心配してくれていた。週末は急な仕事が入ってしまい、連絡が取れなかったそうだ。そして、良ければ早いうちにまた会いたいと言ってくれた。私は早速その日の夜、千田さんと会うことにした。誰かといたい。誰かにそばにいてほしい。そうでないと、私がどこかへ行ってしまいそう。待ち合わせの場所に行くと、もう千田さんは待っていた。すぐに私を見つけ、手を振っている。どこへ行く？どこでもいいです。それじゃあ君の家に行ってもいい？いきなりの一言だった。千田さんって、そんなことを簡単に口にする人だと思っていなかったのに。やっぱり彼も男ってこと？でも嬉しかった。千田さんは、優しく私の肩に手を回してくれた。まだ悩んでるんだろ
僕だったらどんなことでも相談に乗るよ。君を守ってあげたいんだ。彼の大きくて温かい手、彼の手に包まれていると、なんだか懐かしい思い出に包まれ安心できる。私は肩に回された彼の手を両手で包み込み、部屋に招き入れることにした。あ、私はアパートについて愕然とした。まただ、またあの白い封筒だ。なんで、どうして、どうして山崎くん、こんなことするの。私は郵便受けから封筒を引き抜くと、その場に膝を落とした。山崎、山崎ってやつなのかい、君を苦しめているのは。千田さんは私の手から封筒を奪い取ると乱暴に封を切った。手紙を読む千田さんの表情がみるみるうちに変わっていった。なんて卑劣なやつなんだ。これはストーカーじゃないか。あんな男と会うな。お前にはふさわしくない。彼の手からちらりと覗いた手紙には、この前と同じ文句が綴られていた。山崎、聞こえているか？彼女は僕が守る。こんなことしても無駄だからな。千田さんに抱きかかえられて、部屋に逃げ込むように入った私は涙が止まらなかった。怖かった。山崎くんはもう分かってくれたと思ったのに、もうストーカーなんてしないと思っていたのに。大丈夫だよ。僕がずっとついてる。僕がずっと美穂を守ってあげるから。そして私は彼の太い腕に抱かれた。ずっと、ずっと、ずっと。その晩、私は彼の腕に抱かれ、朝を迎えた。彼の腕に抱かれているととても安心できた。恋をすることの素晴らしさを私は全身で感じていた。そしてこのまま永遠に時が止まってしまえばいいと心から思っていた。でも目覚めると彼の姿はなかった。いつの間に帰ってしまったのだろう。ちょっとずるいな。帰るなら帰るって起こしてくれればよかったのに。机には一枚の書き置きが置いてあった。ごめんよ。仕事が早いからまた連絡する。素晴らしい夜だったよ。書き置きだけ？二人はそれだけの関係？私はその程度の存在？その日、学校に行きたくなかったけれど仕方なく行くことにした。学校に行き講義を受けても、頭には千田さんのことしかなかった。何を聞いても頭に入らない。本当に連絡してくれるのかしら。ひょっとして、私の体が目当てだったの？もう連絡は来ないのかもしれない。ううん。千田さんはそんな人じゃない。千田さんは絶対に連絡してくれる。そして、今日も私の部屋で二人っきりの時間を過ごす。彼の腕に抱かれ、私は眠るの。ふふふ。山崎くん。私がぼんやり歩いているのが悪かったのか、突然目の前に山崎くんが立っていた。彼は、私に一通の封筒を差し出していた。小刻みに震えながら、こんなに寒いのにいっぱい汗をかいて。信じられない。本当に信じられない。現場を抑えられ、あれだけはっきりと言われ、それでも私にまとわりついてくる。それがストーカーなの。ストーカーってそういうものなの。これ、読んでください。郵便受けに手紙を入れるだけでは飽き足らず、ついに直接私に来たんだ。こんな花柄模様の可愛らしい封筒、彼には全然に使わしくない。いや。私は彼の手から封筒を叩き落とすと、大声で叫んだ。幸いにも近くを巡回中だった警備員が駆けつけてくれた。そして、すぐに山崎くんは取り押さえられた。ストーカーなんです。彼、ストーカーなんです。大勢の学生たちが集まった人垣の間を縫って、私と山崎くんは警備室に連れて行かれた。警備室には、もう一人の警備員が待機していた。君、彼女に何をしたの？二人の警備員に両脇に立たれ、山崎くんは大きな体を縮こまらせていた。厳しい口調で問いただす警備員に、山崎くんはほっぺたを大きく膨らませ、口の端にブクブクと泡を立てながら、言葉にならない声で何やら弁解している様子だった。手紙、僕の書いた、手紙、これのこと？私が叩き落とした手紙を拾った警備員が、山崎くんの目の前でちらつかせた。その手紙です。その手紙。彼はいつも私の家の郵便受けに入れているんです。ストーカーなんです。彼、ストーカーなんです。警備員は困ったように顔をしかめ、山崎くんを見ている。さすがに私も、もう許せない。たとえ彼が警察に連れて行かれようが、私は私の身を守らなければならないのだ。読んでもいいかな。警備員は私に同意を求めてきた。断る理由はない。私がうなずくと、警備員は丁寧に封を切った。そして手紙を目で追い始めると、読み進めるうちに文面と私の顔を見比べ、眉をしかめ始めた。おいこれ。何か様子が変だ。二人の警備員は手紙と私を見比べ、何やら小声で話し合っている。どうしたんですか？その様子を不審に思い、私は恐る恐る声をかけた。警備員は複雑な笑みを浮かべると手紙を畳み、封筒に戻した。そして、言いにくそうに言った。いやー困ったな。まあなんだ。お互い問題は起こさないようにね。君も言いたいことがあったら、はっきりと言った方がいいよ。あろうことか、
警備員はストーカーである山崎くんの肩を叩き、まるで同情するかのように声をかけている。何？それってどういうことなの？私を助けてくれるんじゃないの？まさか、ストーカーの肩を持つの？どうしていいかわからず私があたりを見回すと、天の助けか、警備室の窓越しに、まどかの姿が見えた。まどかだ。まどかならわかってくれる。私を助けてくれる。まどか、助けて。私を助けて。まどかが近寄ってくると、突然警備員の一人が私の肩に手を置いた。おいおいお嬢さん、あれは犬だよ。最近学内に入り込んでいる野良犬だよ。この警備員何を言ってるんだろう。頭がおかしいのだろうか。まどかを捕まえて、彼女を犬呼ばわりするなんて。もう一人の警備員が自分の頭を指さしくるくると回してみせる。そして警備員同士がうなずき合い、私に同情の目を向ける。狂ってる。この人たち狂ってる。ここに私の味方はいない。こんなところにいられない。私は思わず警備室のドアを跳ね開けた。後ろで警備員たちの話し声が聞こえてきた。あの女だろ、最近噂の犬女って。ああ、いつも野良犬と話してるんだろ。困るんだよな。だから野良犬が勝手に校内に入ってくるんだ。まどか？え？どういうこと？待って、じゃあ、え？まどかイコール犬だったってこと？ちょっと待って。私がまどかに近づくと、まどかは嬉しそうに手を振った。そして口から舌を覗かせてハーハーと息を吐く。みほ、どうしたの？これから合コンするんだけれど来る？また合コン？でも私千田さんがいるから。千田さんも来るよ。え、じゃあ私も行く。まただ。どうしていつもまどかはこんな廃墟のような店ばかり選ぶんだろう。これじゃ廃墟のような店じゃなくて、まるっきり廃墟じゃないの。それに出される料理は、ゴミ箱から持ってきたような残飯みたいな料理ばかり。でも文句は言っていられないし。それにしても、あの警備員たちには腹が立つ。まどかのことを犬だなんて、後で学校に訴えなくちゃ。今日はみんな遅いな、先に食べておっか。そう言うと、まどかはほとんど骨しか残っていない鳥のもも肉にかじりついた。そしていつものように美味しそうに骨をかじっている。その様子を見て、小腹の空いた私も誰かの食べかけのもも肉を頬張った。私は、まどかのように骨はあまり好きじゃない。おや？いや、もう先に始めちゃってるの。気が早いな、二人とも。私たちが食事をしていると、この前合コンで知り合った赤いフレームのメガネ男が近寄ってきて、まどかにじゃれ始めた。なんか、ワードが、ん？そうこうしているうちに、会場には今まで見かけたことのある顔や、初めての顔などが揃い始めた。でも、千田さんはまだだった。宝部さん。突然私は名前を呼ばれ、声のする方に目を向けた。ストーカーの山崎くんだった。どうして山崎くんがここに？もしかして、私たちの後をつけてきたとか。そうか、ストーカーだもんな。そんなこと、お安い御用なんだな。彼は人混みをかき分け、手にした手紙を私に振っていた。読んでください。この手紙、読んでください。あまりに必死な形相の彼に、私は逃げるのも馬鹿らしくなり、彼の手紙を読むことにした。手紙には、こんなことが書いてあった。宝部さんへ。どうかお願いです。もう犬と話すのはやめてください。宝部さんがいつでもどこでも野良犬と話しているので、みんなは宝部さんのことを変だと思っています。僕は宝部さんのことが心配なんです。どうか、昔の宝部さんに戻ってください。このままでは、宝部さんは本当に変になってしまいます。変なの。山崎くん変だよ。私が犬と話してる。私、犬と話したことなんかないのに。ねえ、山崎くん。私、犬なんかと話してないよ。だって私、人間だもの。犬の言葉わかんないし。ひょっとして山崎くん、合コンに参加したいんでしょ。いいよ、参加しても。すると山崎くんは、とても悲しそうな顔で訴え始めた。宝部さん。ここにいるのは犬です。ここにいるのは犬なんです。どうか目を覚ましてください。目を覚ましてください。山崎くんも狂っている。何を言っているのかわからない。ここには犬なんていないのに。山崎くんの手紙にはまだ続きがあった。僕は宝部さんのことが心配で何度か家まで行ったことがあります。宝部さん、自分の郵便受けに封筒を入れていました。僕は心配になってこっそり見てしまいました。ごめんなさい。でも、本当に宝部さんのことが心配だったからです。自分宛に手紙を出すなんておかしいと思います。このままではどんどん変になってしまいます。僕は宝部さんを助けたいのです。どうか、犬と話したり、自分宛に手紙を出すなんてことはしないでください。宝部さんのことを本当に心配している山崎武史より。何これ？私が自分に手紙を出している。まさか、手紙を出したのはストーカーの山崎くん、あなたでしょう。どうして私が自分に手紙を出さなければならないの？そんなことあるわけないのに。ほら、美穂、千田さん。まどかは目ざとく千田さんの姿を見つけると、私にウィンクした。
あ、千田さん来てくれたんだ。千田さん。やっぱり、私の体が目当てじゃなかったのね。私のこと、本当に愛してくれるのね。千田さんがどんどん近づいてくる。そして彼は山崎くんの後ろに立った。あ、山崎くん、後ろ。え、うわ。振り返った山崎くんに千田さんが襲いかかった。ジタバタと暴れ泣き叫ぶ山崎くんを千田さんはあっという間に食べてしまった。え？ああ、後ろを振り返ると食べられちゃうんだ山崎くん。送り犬が後ろに立った時はこういうの。どっこいしょ、一休みでございます。私は遠い昔の約束を思い出した。まだ幼かった時、私はおばあちゃんから送り犬の伝説をよく聞いた。体の弱かった私を見て、おばあちゃんはいつも心配してくれていた。そして、もし私がまともに育つなら、18になった時、送り犬のお嫁にするから、それまで守ってほしいとおばあちゃんはいつも八ヶ岳に向かってお祈りしてたっけ。そして、私は送り犬の嫁となる。ん？大丈夫。これからは、私があなたたちを守る番。私の中に潜む。私を助けようとしていたもう一人の私も、どうやらいなくなったようだ。もう一人の私が、きっと私にこのことを知らせるために、こっそりと自分に手紙を出していたんだね。今まで気づかなかったけど。でも送り犬は怖くないよ。心配しないで。安心して消えてね。もう一人の私。もう一人の私ってこれまともな私ってことだよね、多分ね。私はこれから幸せになるんだから。さあ参ろうか、送り犬。八ヶ岳に帰ろう。これからは、私がお前たちを守ってあげる。だから、お前たちも私を守っておくれ。そして、立派な子を産もう。どっこいしょ、一休みでございます。待ってよ。正気の差とは思えないな。めちゃめちゃ怖、面白い話だったし、この、なんで殺人クラブの、こんなポロッと見れるやつで、こんな超大作入れてくるのもちょっと、あれだね、正気の差とは思えないですしね。怖。怖いわ、いろいろ怖いな。すごいな、面白いね。これ、本当に倉田さんが書いたのか。ちょっと意外だ。倉田さんなら、うちの学校の旅行居酒屋ばかりをでっち上げて書いていると思っていたのに。おっと、こんなことをしている場合じゃなかった。僕は読み終わった本をそっと棚に戻した。だってこの殺人クラブさ、発売してもうさ、ただでさえ話が多い中でさ、無料アップデートで追加された話なんだよ、この殺人クラブ自体がね。どういうこと？どういう気合の入り方をされてるんですかって感じですね。本当に、素晴らしいゲームだな、本当に。一本のゲームじゃもったいないぐらいだよな。三本四本組みたいな感じだもんね。おクリーン。いや、面白かったね。はい、残り69分です。貸し出しカウンターから見ていこう。いやー、すごい話だったな。ここは図書室の貸し出しカウンターだ。カウンターの下に誰か隠れていないか確認したがいなかった。司書室。はい。ここは図書室の司書さんが待機している部屋だ。ところ狭した本が置かれている。やはり、司書さんは本が好きなのだろう。他を探そう。はい。学習スペース。ここは、図書室の一角に設けられた学習スペースだ。別に誰も隠れていなそうだ。おや、机の上に一冊の本が置かれている。表紙に、レンタル家族と書かれている。これは同人誌か。作、倉田恵美だって。倉田さんの書いた同人誌、ちょっと怖い気もするけど、読んでみようかっていうことなんですが。待って、レンタル家族ってでもさ、そもそもアパシーの、ね、アパシーの、ソフトであったような、レンタル家族って確かに。それが入っ、まんま入ってるみたいなことなのかな？倉田恵美のさっきのやつもそうだったのかな？というわけなんですが、一旦ちょっと時間切りがいいのと、次回、これ読んでいくんですが、多分ね、さっきの感じだと、またしっかりと超大作だと思うので、楽しみにしていただけたらと思いますので、次回、レンタル家族で。殺人クラブ関係なくなっちゃったけど、お楽しみにしていただけたらと思います。では、バイバイ。ちょっと、ピッピうるさくてすいません。